下半身痩せ、下半身を強化したい人は一緒にやりましょう。はい、皆さんこんにちは、タートルです。本日の内容なんですけども、 RSB スクワットカニ歩きというのを一緒にやっていきましょう。これをやることで下半身の引き締め、ヒップアップ、下半身の強化をすることができます。 RSB、 こういった短いゴムのレジスタンスバンドというんですけども、今回ですね、いつもこういったゴムを使ってたんですけど、今回まあこれももちろんゴムなんですけど、ちょっとね、この布っぽいゴムに変えてみました。というのも、このゴムがですね、ずっと使ってると少しね、こういった切れ目がね入ってきます。ここなんかは切れ目が入ってたんで、ちょっと切ってですね、ちぎれないように使ってたんですけども、結構いつも使ってると傷むのが早いので、試しにこういった生地っぽいゴムバンド、レジスタンスバンドにチェンジしてみました。またレビューを紹介していきます。はい、今回よくですね、このスクワットのカニ歩き見たことあると思うんですけども、中腰になって横に動いていくといったエクササイズになるんですけども、バンドを使わないとですね、大腿四頭筋やお尻を鍛えることができるんですけども、お尻を使う部分が大臀筋がメインになってしまいます。ですがレジスタンスバンドを使うことによって、中臀筋と小臀筋に負荷を与えることができて、お尻全体を使うことができます。中臀筋、小臀筋を鍛えることができれば、歩き方の改善、姿勢の改善、骨盤の歪みを支えることができます。ですので大臀筋を使うためにスクワットやるのも効果的なんですけども、中臀筋、小臀筋に意識を向けてもらうことで断然下半身痩せのスピードが上がります。下腹ぽっこりとか反り腰とか、お尻周り、太もも周りの老廃物が溜まって、そこだけ大きくなっている、大天使の部分が出てしまう、そういった原因っていうのは主に中臀筋と小臀筋の筋力の低下によって、骨盤を支えれなくなって、骨盤が下がって内臓下垂になったり、老廃物が溜まりやすくなったり、そういった感じで下半身太りになってしまいます。ですので今回はレジスタンスバンドを使ってやっていきます。レジスタンスバンドを使ってスクワットカニ歩き、このメリットとしては、下半身痩せのスピードが上がる、お尻、大臀筋、中臀筋、小臀筋、お尻を3つともうまく負荷を与えて鍛えることができます。レジスタンスバンドを使うことで自重よりも負荷がアップして、効果的にエクササイズが行えます。今回は2往復3セット一緒にやっていきましょう。ゴムバンドは一番柔らかいゴムバンドから使うことをお勧めします。というのも、ゴムバンドを硬ければ負荷が上がると思ってですね、硬いのを使ってしまうとフォームが乱れてしまいます。そして無駄に力が力んでしまうので、ピンポイントで筋肉に効かすことができなくなりますから、まずは一番柔らかいゴムバンドから使ってください。ではやり方を説明します。はい、やり方とっても簡単です。ゴムバンドを膝の上に持っていきます。太ももの付け根と膝の真ん中ぐらいです。はい、そしたらですね、足の幅を肩幅よりも少し広めにスタンスとって、股関節をしっかり後ろに引きますから、バランスを取るために手を前に伸ばしてください。スクワットの際のポイントとしては、つま先よりも膝が出ないっていうよりも、股関節をしっかり後ろに引く、よくお尻を後ろに引いて膝が出ないようにって言うんですけども、股関節からしっかり後ろに引く感じです。で、重心はかかとです。かかとに重心することでしっかり股関節が引けるんですけども、後ろに倒れそうになりますから、手は前に伸ばしてバランス取ってください。つま先はまっすぐ向けて、できるだけ低く、太ももまっすぐにするぐらい低くです。こっから横に5歩、1、2、3、4、5、5歩行ったら帰っていきます。これを2往復やっていきましょう。では行きます。1、2、3、4、5、1、2、3、4、5、もう1往復、1、2、3、4、5、
OK、 10秒休憩です。いやー結構効きますね。よっしゃ行きましょう、2セット目、スタート。1、2、3、4、5、1、2、3、4、5、1、2、3、4、5、キッズ、1、2、キッズ、4、5、 OK。 ああきつい、きつい、きつくなってきた。よっしゃラスト行きましょう、ファイト。1、2、3、4、きつい、1、2、どこがきついかわからない。1、2、3、4、きつい、1、体が上がりたくない、上がりたい、OK。 あー、マジきついっすね。やった方、頑張った方、よかったらグッドボタンとコメントください。いやーきつかった。あーやっぱりね、もうお尻しっかり下げて前ももまっすぐにするとね、本当にきつい。意外にきつかった。1セットにしとけばよかったっていう感じでですね、まあ、これがゴムバンドが柔らかい分でしたんですけども、もしねこの中殿筋、小殿筋があんまり効いた感じしなかった人は、もしかしたらもうちょっとゴムが硬くてもいいかもしれません。横に足を動かすときに小殿筋、中殿筋使いますから、もしねそこがあんまり効いてないって方は、まあ、そこが強いのかもしれないんですけども、ゴムバンドをもう一個きつくするのもありかなって感じです。いやーマジきつかった。はい、今回レジスタンスバンドスクワットカニ歩きでした。もちろん体の重心が低ければ低いほど辛いです。なのでもしね3セットできなかったって方は、体の位置をもうちょっと高くしてね、まずは3セット2往復ぐらいをまたチャレンジしてもらえたらと思います。で今回ねしっかりお尻と太ももに効いてます。レジスタンスバンドを使って負荷を上げたっていうことにメリットがあるのと、バンドをちゃんと膝の上に巻くことで常に膝と膝の間の幅がですね、内に入らず外に広がらず同じ幅でちゃんとスクワットができてます。よくあるのがですね、しゃがんで立つ時にちょっと膝がキュッと入っちゃうんだね。しゃがんで立つ時にきついからっていうので太ももの内側に力が入って普通こう上がるんですけども、こうなっちゃう、膝が内に入っちゃう。そうなると太ももに効くはずが力が逃げてしまいます。ここが使うのが辛いからっていうので、ちょっとこういう風に立っちゃいますから、それはこれを使うことでちゃんと同じ膝の位置で動くことができます。もちろんこれ引っ張っとかないといけませんから、上がる瞬間にこうならないんでね、ちゃんと引っ張ったまま同じものを使うことができます。同じお尻を使うことができます。ですのでレジスタンスバンド持ってない方はですね、説明欄にリンク貼ってますので、ぜひぜひね、安いものですから、ぜひ購入して、今やってるエクササイズを効果的にしてください。このバンドを使うことで、マシーンがなくても、自宅で十分、今やってる負荷を簡単に上げることができます。そして、フォームが安定します。弱い筋肉をしっかりね、使うことができますので、1分を10種目とかするよりは、こういったバンドを使って、10回ぐらいで効かせられるように、エクササイズを上手に行ってピンポイントで筋肉に効かしてください。ということで今回は RSB スクワットカニ歩きでした。頑張った方、バンドを買ったよって方、よかったらグッドボタン、コメント、シェア、そしてこれからも少ない回数短い時間で効くエクササイズを紹介していきますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。結構きつかったですがお疲れ様でした。今回もご視聴ありがとうございました。Thank you.